今日は藤崎一郎先生をお招きしております藤崎一郎先生です大丈夫ですか静かに聞くようにしてくださいえ藤崎先生は40年以上外務省をなさり特にアメリカ関係が長く外務省時代には北米局長 外務審議官もなされておりました最後は駐米大使を4年間なさいまして2年前に2年前に日本に帰国され現在は上智大学と慶応大学の特別招聘教授をされておられますそれから日米協会の会長もなさっているということでですねかなり 私も楽ししみにしております今日は先生グローバリゼーションとそれから皆さんに向けてですね大学時代にどのようなことを学んだのかというねそのメッセージをお話ししていただきたいと思います今日はね、えー、ちょっとさっき田中先生が田中理也先生がおっしゃったようなことで少し国際観ついてお話をか大学で何を勉強するかについてお話ししてみたいと。 実はここへ来る前、今日のお昼は、外国特派員協会というところで、安倍さんの訪米とか日米中関係、AIIB、えー、AI TPP、その他についてお話してきました。これらについてもお話しする用意はあるので、もし質疑応答の時間があれば、いくらでも質問してください。ただ、今日、まず最初にお話しするのは、国際化についての3つの誤解ということです。 何かと申しますとよく誤解があって1つはですねどうも英語が大事だと言うけど中身の方が大事だと英語なんていうのはまああ、えー、からついてくる通訳を使えばいい話だから中身をしっかりすることが大事だと。もう一つは、 まあ大学生になる筑波大学に入ってくるぐらいであれば英語はある程度勉強してきたからこれから第二外国語もしっかり身につけたほうがいいと私はこれは間違いだと思っています何か今の世の中学者になるんせよ弁護士になるんせよ政治家になるんせよビジネスマンになるんせよ英語がいらないわけがない 友達作り、ネットワークには英語が不可欠です。E メールだって英語で書けなきゃ意味がないし、聞いて分からなきゃだめだ。中身だけでいいわけはない。それは大体、それを言うこと,というのは、英語が極めて下手な人、こういう人がいやいや、英語じゃないよと言うけれど、やっぱり今は英語もできなきゃだめです。中身も必要。どっちかだけじゃだめです。第二外国語、正直言ってこれはできた方がいいけれど。 まず英語ができなききゃでです英語ができるというレベルは大変高いレベルで新聞なら30分本なら23日で読めるそれくらいのレベルであとで英語の話はしますけれどもそんなに第2、えー、外国語にこれはねまあ趣味の世界というとあれですけどもしっかり私もフランス語一生懸命勉強したし今でもしてます大好きですからしかし 世界のの情報の8割は英語で入ってきます交渉事はほとんど英語でやる。今や中国人もフランス人も英語で話します。そういう時に本当に実情にすれば、英語が60点で、第二外国が30点であるよりは、英語を80点にした方が得です。もう損得という一点から、それが第一点。2番目の誤解。これは今よく聞く聞のに 外国に出てくるのは日本を知らないいと恥ずかしい日本の文化をきちんと知ってから外国に行く私はとんでもないと思ってます日本の文化をそれは知らなきゃいけないまあ知ってた方がいいかもしれないけどお茶だお花だ能だ歌舞伎だ相撲だ富士山だ勉強してるうちに年を取っちゃいますよアメリカ人でジャズの歴史を知ってる人がどれだけいるかフランス人で あのあの料理がちゃんとフランス料理の歴史を知ってる人がいるかとかイギリスでスコッチウイスキーについて知ってるかだったらみんな知りゃしませんよある程度それは少しは知っててもいいけどそんなことにエネルギーがないむしろ外国人と知り合うときに大事なことは何か相手の国に関心を示すことなんですよ相手,の相手に関心を持つ考えてごらんなさい例えばまあ特定の国をあれしちゃいけないけどネパールの人と あったとすると今週はネパールの地震について話をしよう来週はヒマラヤについて話をしよう再来週はネパールの歴史その次はネパールの家族関係そんな人と会いたいと思わないでしょう日本だって日本本当に言ってみんながそんな関心を面白いね面白いねって言ってくれるのは一部の人でそんなみんなが関心を持ってると思わなくていいんだと共通の話題を話せばいいんですよそれは イスラム国であるかもしれないし環境問題であるかもしれないしあるいはマスターズかもしれないしい,いろんな幅広いあるいは新しい「アナと雪の女王」の映画かもしれないしいろんな新しいみんなが関心を持っていることを話せるようになったときはよくて聞かれれば少しはパパッとグーグルすれば大体のことは出てきますからそんなことにエネルギー注ぐ必要はないというのが第二点三つ目の誤解は何かこれはね世界はだんだん国境が低くなって もう国ではなくて世界全体が一つの国家になりつつあるというような発想あるいは国際機関というものがあってある程度頼りになるとそんなことはありません今確かに物や人の流通は国というものを オーバーバしてやるあるいは EU みたいに全体の統合みたいなことがあるけれど見てごらんなさいイギリスだって EU から離脱しようかどうかという投票国民投票をしようとする今起きてることはウクライナだってクルミアだって国境の話でしょう中東だって国境を巡っての話ですよね日本の戦略だって国境をめぐっての話結局国っていうところの領土問題ってはいつまでもある 国連国際機関だってそこの蝶を送り込むっていうのはみんな各国がお金を出したり選挙してなんとかそこを取ろうとしてそこを自分がどうやって使っていくかっていうことで外交の道具として考えてる別に上に国際機関みたいなものがあるわけじゃないんですね特に国連なんかについてみれば国連でもちろん経済とかいろんな分野についてですけど本当に制裁とかそういう 具体的なものになれば、国連というののトップは常任理事国が5つあります、これは常任取締役みたいなものです、会社で言えば、次に執行役員が10人いる、2年交代で、190人の平がいる、日本は今ここにいますけど、今度ここに入る、しかし2年後にはまた戻ってこないといけない。 大事なこと、制裁決議、リビア制裁だろうが、シリア制裁だろうが、イラン制裁だろうが、北朝鮮、全部ここの全開致がなきゃだめです。だからこそ、ウクライナもクリミアも何にも決議は行われない、ロシアが反対するからです。自分を制裁させるはずなんかない。だから大国、アメリカ、イギリス、ロシア、フランス、イギリス、これについての。 避難なんて絶対行われないんですね。そういうのが実際の国連の社会です。特にイギリス、フランスはまあアメリカに近くなってますから、国連で物を通すときには中国とロシアの領海をフランスあのアメリカは得なきゃいけない。そういうのが国際機関の実態であります。2番目。 大学で何をするか私は日本の大学というのは世界でちょっと特別な場所にある大学じゃないかなという感じを持っていますまあもちろん違う大学もあるんですけれども一般的な意味で言うと えー、まあなんか亀みたいですけどこういうこのこれが言ってみればクラブ活動みたいなこれが勉強とかそういう時間勉強もあるいはクラブ活動も何もしない人もいるかもしれないけどまあかなりの時間クラブ活動運動したりあるいは 音楽やってるいろんなクラブ活動に時間を割く人が多いですよね。おそらく私は。アメリカとか他の国に行きますとね。この携帯が違ってね。うん、本当にプロになる人は一日中。勉強してる、あ、一日中運動やなんかやってると。後の人は一時間ぐらい。 クラブか自分で運動したりしてるけどそんなに週末も夏休みも合宿したりなんかしてるところってほとんどないと思うクラブが悪いってわけじゃないんですよできるだけ趣味っていうのは何か作った方がいいしあれだけど時間の割合の問題ですあんまり、えー、そういうものにエネルギーを注ぎするのがいいのかなっていうのは昔から思ってました じゃあ何を大学でするかというと私は早く進路を決めることじゃないかなと思います何になりたいのか学者になりたいのかビジネスマンになりたいのかあるいは公務員になりたいのか何が自分の適性で何が一番向いてるのか別にお父さんが医者だから医者になる必要なんか何もないんで何が一生には一回しかないわけですね私はよく 高校生生や中学生に話すときに簡単の夢のの話をします簡単の夢っていうのはご承知のだと思いますけれども昔中国の幻想の時代に簡単というところがあって町そこに同志まあ千人の卵みたいな、えー、のがやってくるそうすると、えー、一人村の若者がやってきて、えー、どうも生活が厳しいですと言うと、えー、同志が「 枕をちょっと使ってごらんと言ってその枕を、えー、借りてみるとたちまち出世して、えー、その紳士の試験に合格すると家去の試験に合格し美しい生き立てのいい娘さんをもらってどんどん出世するとところが、えー、残限にあって、えー、左遷される。 しかしそれが嘘だと戻って、また戻されて、どんどん出世して、総理大臣まで行っちゃうと、総理大臣になったところで、また、えー、あいつは他の国のスパイと通じてますと、天使様に言いつけする者がいて、えー、牢屋に繋がれることになる、その時に、ああ、俺は村にいればあ、あんなところで変なこと言わないで、村にいれば幸せな人生だったのにと思う。しかしか、えー 自殺しようとするが奥さんに止められてそのまま牢屋につながれるしかしそれもやっぱり嘘だったと分かって許されて最後総理大臣を長く続け大金持ちになってそして死ぬ時にパッと目が覚めてあ今までのこの長いあれは全部夢だったとそうするとそこでちょうど夢を見始めた頃に泡、えー、を煮てた。 えー、旅館の亭主がまだ泡が煮えるのがまだ時間かかりますと言ってるとつまりそんな一瞬の間に見た夢だったということで彼は、えー、いや自分は、えー、もう栄養映画も落泊も全部見ましたからありがとうございましたと言って村へ帰っていくんですがこれはだからいかに人生が一瞬のことだったみたいな話なんですけれども本当は実は逆に考えるべきでどうせ一度しか見られない映画であれば。 面白い映画を見たいか自分の好きな映画を見たいかあるいはそうじゃないかとつまらねえなあと思いながら見るか大学生活なんかたった4年なんですねその後の社会生活は40年ある4年間楽しく暮らしてあとで40年間あ,あつまらねえなあと思いながらいろんな仕事をするっていうよりは最初にやっぱりどうせ1回だと思ったって いいものを、いい映画を見たいと、自分の面白いと思ったものを見たいという方が普通の心理だろうと思うんですね。そういうことを考えた方がいいんじゃないかと。で、私は早く決めた方がいいですよと。で、3番目の点はですね、まあ一番目は、まあ、あのいろんな活動をほどほどにして、えー、勉強しっかりされて、2番目に、えー、進路を早く決めるんですが、その3番目はその、 進路のための勉強を始められたらいいと思うんですが、早く、その中でも土台作り、これをしっかりすると、しっかりした土台を作れば、ある意味で高い建物も立派な建物もできますと、土台がしっかりしていれば、しかし、ちょっこい土台だったら、そんな高いものは立たない、低いものしか立たないし、弱いものしか立たない、こんなものやったら倒れちゃう。 そうするとこの土台っていうのはどういうふうにやってこしらえるか2つの要素があります一つはさっき言った英語です今だったらもう一つは社会の仕組みこれを抑えておくことだと思いますもちろん例えば理科系の方は自分の研究をしなきゃいけないんですけどそれ以外の一般論の意味で言って英語っていうのはですね さっきちょっとお話をしたんですけれども、4つの要素からなります。耳と目と口と手です。手は書くっていう意味ですね。一番最初に大事なのは耳です。相手が言ってることが分からなきゃいけません。読むスピードは自分でもコントロールできます。書くのも、まあ、時間をかければいいかもしれない。 しかし耳はどうにもなりません相手にもう一回もう一回っていうわけにはいきません若いうちに一番鍛えるべきなのは耳だろうと思います私が外交官になったときにある先輩から言われたことがある大昔彼がその大先輩から言われたこと外交官というのは自分の国が侮辱されたらこういう席で選択肢は二つしかない 一つは立ち上がって反論するか、もう一つは黙って出ていくかどっちかだと、聞いていてはいけないと、それを受け入れたことになっちゃうと、ましてや、もし分からなければ相手が言ってることが、日本は戦閣を占領してけしからん、慰安婦問題でも謝ってみないけしからんと言われたときに、日本の外交官がパチパチと手をたたいていたハートで、あいつはなんだということになりますよね、聞いて分からなきゃいけません。 だから耳が一番大事です。耳を訓練する方法は簡単です。簡単な DVD、映画でも何でもそれを繰り返し繰り返し聞くうちにだんだん分かるようになります。な難しいもんじゃなくていいんですね。もちろん留学する機会があれば一番いいと思います。口、これはどういうことかといえば単に用意されたものをス,ピーステートメントを読むような。 相手と反論して、パッとそうじゃないよと言って割って入る、あるいは質問を受けたらパッと返せるという口が必要です。そうでなければ国際的に通用する英語なんかではないと思います。目と手ですけれども、実はあるときテレビ番組を見ていたら、日本人は、 読むことと書くことは得意ですが、話すこととしゃべることが不得意ですということを言っていました、NHK の立派な番組です。私はおふざけバカじゃないかと、日本人の誰がそんな読んだり書いたりするのが得意かと、読んだり書いたりちゃんとできるのは1%もいないだろうと、読むという意味は、さっき言ったように、新聞なら30分で読めなきゃだめだと。 で読むスピードって読むことについては2つあのポイントがあると思います。一つは虫の目細かく見てってここにコンマがあるから逆の意味になっちゃうなとかそういうことがわかるいわば法律家のような目ですねもう一つは鳥の目でバーッとものを読めるとこの2つの目が備えている必要があるだろうと。 手,手というのはまあ書くということですけれどもこれはまあ1ページ書いてるうちに文法の間違いが4つも5つもあったりしない定冠詞の関心も大体は分かっているというぐらいになってる日本人は私は1%もいないと思うそれくらいになって英語は一応使えると言えるんじゃないでしょうか私だっってて自信を持って 言えないもう少し勉強しなきゃいけないなと常に思っていますですからまずはねあのそこら辺に英語を目指しておいたらどんな仕事についてでも理科系だろうが文系だろうがそれは、えー、必要だろうと思います社会の仕組みもう一つの方こっちの方は何かというと 1つはですね、法律とか経済の基本的なことを知っておくことです。文系で特にあれば、金融ってのはこういうことなのかと、経済ってこういうふうに流れていくもんなのか、法律ってこういう意味なのかと、そういうことがわからないとです、ね、困ります。ところが、ね、若干気をつけなきゃいけない、大学時代に面白いのは、今のことが面白いんですね。 例えば習近平の中国の中国の夢だとかあるいはオバマさんのアジアへの回帰だとかプーチンのなんとかとかしかしあと2年後にはオバマはいません10年後には習近平もプーチンもいません今のことを勉強、まあ、今それを教えてる先生がいらっしゃると大変後で怒られるかもしれませんけど。 今のことを勉強するんじゃなくて仕組みのことを勉強すれば10年経っても役に立ちますそういう英語もそうなんですけれども今仕組みのことをできるだけ勉強する大学時代はどんなクラスもあるし本もあるし先生もあるんですから利用しなければ損だろうと思いますもう一つはこのうちの一つがエレメントが法律とか経済だと言いましたもう一つは何かというとできればの話なんですから 現代史なんですねこの100年の現代史です。まあ百数十年になるかもしれないけど、日本、どういうことか簡単に申します。中国との関係、これは1894年、日清戦争があった、95年まで。そして、その後、中国との関係でいくと、 えー、まあだんだん日本の大陸進出が始まっていって1931年、龍、え、浄、ー、湖の事件があって1932年に満州国を作っちゃうとそして1937年に,に西事が始、ま、日華事変が始まるで、えー、日本は終戦になるんですけれどもあのサンフランスコ平和条約を受け入れるんですが中国との国 国交が回復するのは1972年に国交が正常化されて、1978年に平和条約が結ばれるという中国との大きな関係、韓国との関係でいけば、1910年に日韓併合が行われて、1965年に国交を回復がしたと、しかしその時に従軍慰安婦の問題というのははっきり出てなかったので。 その後1990年代にアジア女性基金というのを作ったけれどもまだそれが十分でないという議論が起きてるとロシアとの関係でいけばえば、ー、日露戦争で1904年から5年に勝ったけれどもで、えー、1941年に日ソ、えー、中立条約平和,平和条約を結んだんですけれども1945年終戦直前に ソ連が入ってきてき北方領土が、えー、占領されたままなのでまだ平和条約を結ぶに至っていないアメリカとの関係であれば、えーあのえー、日露戦争に勝った後だんだん日米関係が悪くなっていってでどんどん,どん,どんまあ坂を転げ落ちていって1941年に、えー、真珠湾を攻撃してしまったとそして1945年に終戦になり 1951年に、えー、サンフランスコ平和条約と日米安保、旧安保を結んだわけですけれども、これがあまり不平等だったので、岸さんが1960年に安保を改定すると、実は1951年に結ばれた旧安保、これはアメリカ軍の対日防衛義務は何も書いてないんですね、60年の安保改定で対日防衛義務と基地の使用権を交代にセットで認めた。 だから今、戦略が守られてるのは60年の安保改定があったからなんですね。そのあたりの簡単な歴史で1972年に沖縄が返されたと。 だけど沖縄ではまだ非常に残ってたしそのうち沖縄問題については普天間返還というのは1996年から起きてきていろんなことをやってみたけど、えー、生きがいも無理何も無理ということで結局辺野古しかないということなんだけども辺野古も受けられないということで今非常に困っている状況にあるとか大きく言えばもう今言ったことぐらいな簡単な歴史を少し大学時代に勉強されておいた方がいい。それも 率直言って城山三郎とか司馬太郎とかだけじゃなくてもうちょっと中立的な立場からああいう人たちは立派な人ですけれども面白く書くためにいい人がいるバカなやつがいるっていうふうにものすごくはっきりさせちゃうんですね例えば城山三郎さんの「広田光樹」についての本があって「落日模様っていうのがありますこの前外務省に行ったら「あの落日模様を読んで感激して、えー、外交官になろうと思ったっていうからとんでもないと。 そんなな簡単に決めないでくれと、えー、い,いやつもいれば、えー、広田耕輝は立派あるいろんなもので見ると若い頃は立派な人だったらしいとしかしだんだん軍部にものを言わなくなったそれで外務大臣になり総理大臣になり結局あの白山三郎の各広田耕輝は軍に抵抗したけれども 極東裁判で一言も弁明せずに文官としてただ一人死刑になったと書いてるんですけどどうもそうでもないという議論があるわけですねそれは外務省の9年先輩石井太郎という人も書いていますそれから京都大学の先生とそういうのを書いてるのもいるまあね率直に言って私もそうだろうと思う軍部に対抗してたら偉くなれないですよ吉田茂なんかほとんど追放されそうになってたわけです 憲兵隊がうろうろしてたぐらいあの時代生き残って偉くなっていった人は必ず妥協してると思います非常に人気のある山本五十六という海軍提督あの方についても私は正直言えばサポートする議論は彼はワシントンにいて海軍武官としては ワシントントにいたアメリカが強い国だということを知っていたと、ピッツバーグの製鉄所も知っていた、だから戦争したら絶対勝てない、だから1年半は存分に暴れてみせますとしか言えなかった、その後は分かりませんと、そして真珠湾攻撃というのを立案して自ら、渋る軍令部を説得して、軍令部というのは参謀本部ですね、説得して真珠湾を叩いた、しかしそこで叩ききれなかったんで、ミッドウェーをやったけど、ミッドウェーも失敗しちゃったと。 私はそういう作戦の失敗ではなくて基本の失敗は何かというとアメリカ人というのはちょいと離れ島を叩かれたらすぐそれじゃあ講和しようかと和平の話し合いに入るかという連中じゃないだろうとイランの大使館を今から40年前に占拠されてまだ許さないキューバだって60年前にやって今そろそろやった話し合いに入ろうかと。 叩かれたらこの野郎っていうんでものすごく日本がなぜ許されたかといえば日本が負けたからですねそういう人たちだということを読み切れなかったことが一番実は問題ではないかなと個人的には思っていますだからそういうことがまあ現代史を少し知っておくという話なんですね私が今大学で何を教えてるかっていう話をちょっと簡単にいたします 裏読みと圧縮とと言っております裏読みというのは何か、オバマさんがこう言ったとか、安倍さんがこう言ったというスピーチに書いてあることをそのまま引用したり、そのままあれしない、なぜこう言ってるんだろうかということを考えるということです。例えば、一昨年北朝鮮の休戦協定60年というのがありました。その時テレビを見ておりますと 北朝鮮は休戦協定を早く平和条約に切り替えたい、アメリカや他の国との平和条約を欲しがっている、だから核実験をやったり、ミサイルを飛ばしてアメリカをとなんとか交渉しようとしていると、識者の人が何人もそう言っていました、私はばっかじゃないかと思いました、北朝鮮という国がそんな平和条約を欲しがるだろうかと。 自分も約束をボンボン破るのに、そんな紙切れ1枚をもらうために自分の核やミサイルを放棄する用意なんかないに違いないと。しかし、アメリカがそれは平和条約が結べない、議会が反対して結べないに決まってる、それじゃアメリカが出せないものを要求すればいいじゃないかと考えるに決まってるじゃないかと、本当にそんなもの欲しいわけがないだろうというふうになぜ読めないんだろう。言ってる通りに 解釈する北朝鮮で言えば、例えばこの前、続いていた拉致協議をやめようということを言ってきました、その時テレビの解説を見てたら、あ北朝鮮総連のビルに、日本の警察がガサ入れというか、捜索に入った、これは北朝鮮としては許せない、メンツを潰されたと思いました、みんなそういうふうに解説者は言うんですね。そんななわけはないと そんなメンツなんて問題じゃないだろうと、北朝鮮としてはこの協議進められないんだと、なんとかまた少し引き伸ばしていこうとしてるだけのことだろうと、そのために何か口実を待っていたら、ちょうどガサりが入ったからこれで伸ばそうとしてるだけだと、彼らにとって一番大事なことは何かと考えたらすぐ分かるじゃないかと、とにかく体制をできるだけ引き伸ばして長くいようとしてるだけだと、そのためには交渉というのは始める、しかし、なぜ交渉を始めるかといえば、アメリカと 韓国と日本と中国はみんなグルになっちゃ困るだからどっかと交渉してって少し他と引き離したりしてなんとかするけれども本当に進めることはできないからどっかが来ると少しやめるまたやめ続けるこれを繰り返し繰り返しおじいちゃんもやってたお父さんもやってた今の孫もやってるとそう考えれば大体はついつまつくんですねで、あと例えば中国との関係で皆さんが 時々耳にするかもしれないのなはア,アメリカの人も日本の人も言うんですけど中国の軍の透明性が欠如しているともっと透明性を向上させてほしいとこういう話をしますそれからもう一つ中国についてはトウ・平さんという人がおりまして昔、まあ、これは一番の なかったということになってるんですけど投稿妖怪という政策を取っております進めましたこれは英語で言うと「<music> hide your teeth buy your time 時間を かけてあんまり中国が強くないうちに牙を出したり歯を見せるなよというゆっくり行けよという政策でございますこの2つこれに潜む問題というのはこれは常にみんな言うんですね中国の軍の透明性が欠如しているとか今の人指導者鄧小平の教え東稿妖怪から離れてそれが問題だとよく言う。 そういうことを聞いたときに、君らは何を考える、本当にそうかよと考える必要があるんですね。なぜか、本当に透明性が欠如していることが問題なのか、そんなことじゃないだろうと、空母をバンバン作り、今、世界第2位のもう防衛費になっているにもかかわらず、どん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 ミサイルなんかを増やしている、そのこと自体が問題なんで、別にそれがあのはっきりと発表して、 明明らかにななゃいいい問題じゃないんですね透明性も欠如してるるそれは困るもっとはっきりさせてほしいけれども実はいくらはっきりしたってこんなにどん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 大きくなってきますよって言われたらそれ困るんですよねそこのところを明確に頭の中で理解しなきゃいければこれはしかし外交的にね、えー、なかなか、えー、ならないからみんな言わないんですねあんまりなんかこういう抽象的な表現をしてるんだと。 しかしその意味は本当に意味するところは今言ったようなことなんだということが理解しなきゃいけないお約束ごとでこういうことを使っているうちに本当に見えなくなってきちゃう東郷妖怪については何が問題でしょうかこれは考えれば分かるでしょう小平さんの教えは牙を見せるなよと時間を蓄えろよということを言ってるわけですねつまり中国がもっともっと強くなるまでは あんまり乱暴な手出しするなよなとぶつかるなよなとそれが本当に周りの国にとっていいことですかねどん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 強くなってそれからがばっと襲ってくるとそれがいいのかそれとも今みたいに小出しにしてくる方がみんなどん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 対応ができていいのかそれは簡単じゃないですよねそこら辺のことを少し考えないとですねなんとなくみんな 新聞やテレビ見てくださいみんな投稿妖怪が良かったみたいに言ってますけれどもそういうことを自分の頭の中で一回組み立て直してみる癖をつけた方がいいとこれが裏読みという意味ですもう一つは圧縮なんですがこれは何かというとこれは大学なんかで言うには非常にはばかられる話なんですけどもおそらく修士論文は100枚書かなきゃいけない博士になるためには300枚ぐらい書かなきゃいけない。 しかしこの建物というかこの敷地を一歩出たら君たちが書くものを3枚も読んでくれる人はせいぜい3枚20枚30枚のものなんか誰も読みませんよ。最優等,優等卒業生だってそんなみんな読みたいと思わない。どうせ100枚もあればそのうち90枚はどっかの引用だったり知ったことであって。 10枚ぐらいしか新しいことはよくて10枚新しいことがあるかどうかだろうと,と実社会に出た場合には3枚の間にどれだけ考えを詰め込めるか新しいことを言えるか重要なことがポイ伝えたいことを言えるかそれが大事になるんですね長くみんなの知ってることを誰がどう言った誰がこう言った誰がこう言ったっていう引用しながら論文を書いていくようなのは ほとんんど通用しませんそういうことを頭の中で練習して癖をつける昔アメリカで若い自分に私の上司だった大使に言われたことがあります藤崎30分もし偉い人の時間をもらったら20分でやめろともし30分全部使い切ったり悪くて40分になったらもう二度とその人は会いたくないと君とは。 20分で終わったら、こいつは俺が忙しいことが分かってると。だから、また会おうかと思うよと。だから、とにかく短く切り上げることだと。だ私は、どんな問題でも5分だったら5分で話す。30分だったら30分で話せる癖をつけておくことが大事だ。例えば、米中関係というのはどうやってお話しするか。 簡単に5分以内で話すとすれば今の米中関係というにはマイナスのアメリカから見てマイナスの要素とプラスの要素がありますマイナスの要素は何かといえば軍事的身長、さっき言ったような軍,軍の伸びですね人権問題、いろんなルール無視の問題台湾の問題こんなものがマイナスにありますと。 プラスの方には何があるか、経済的なチャンスがあると、国連での協力、さっき言った話ですね、北朝鮮をコントロールしてもらう、ほ、ま、か、あ、に大国外交とか要素もちょっとありますけど、この間を行ったり来たりする振り子みたいなもんですと、あるときは少し人権でマイナスになってるかもしれない、しかしそれをやってると経済で協力してもらわなきゃいけない。 それから国連でも少し協力してもらわなきゃいけないからこっちやってるとおい軍,軍の問題あるぞと言ってこう行ったり来たりしてるものです。今から2年ぐらいはおそらくこっちのマイナスの方が大統領選挙も強くなってくるでしょうその後はまた分かりませんと端的に言えばそれだけのことなんです。こういう構造さえ分かっていれば実は今から2年前カリフォルニアに習近平さんが行ってオバマさんと9時間会談しました。テレビで見ていたら あ,のあるテレビが私のところに取材に来て藤崎さん、9時間の会談ついてどう思いますかと言ったからいや、こういうふうに振り子みたいなもんだから大したことないでしょうと1回の会談でそんなプラスになったらマイナスになりませんよということを言いましたその日、日曜日の番組見ていたらまず、ある先輩が出てきてこれは大変なことになりましたと米中接近ですと。 9時間も会談しましたと、日本はそんな会談したことないと日本外交は取り残されましたと、こういうこと私の大したことはありませんよってどう使うかなと思ったら、1時間の最後に、あ先ほどあのい,いろいろ議論した件について、アメリカにいた藤崎という人に聞きましたら、そんな大したことはないと言ってました、ではコマーシャルに参りましょうとかいうことで、簡単に片付けられたんです。だけど 本当にそうなんですね今見てごらんなさい、全然そんな米中接近してないでしょだけどこれがずっとまたそうかというとそうでもない、こういうふうにできるだけ構造的に捉える、北朝鮮の問題も構造的に捉えられます、EU の問題も捉えられます、みんなできるだけどういうエレメントがあって、どうやってシンプリファイするかという観点から考えていかれる、もちろん全部がシンプリファイ、完全できるわけじゃないけれども、そういう努力が必要ではないかなと思います。 えといろんなことをもしご議論できるかなと思って、30分近く時間を残させていただきましたこれから質疑応答をもしよろしければさせていただきたいと思います。 私問題についいてお聞きしたいです。辺野古についてなんですけどある人は今アメリカは軍縮をしたがってるから辺野古には基地を残したがらないグアムとかハワイとかに移転させたいけど日本の政府が辺野古に残させようとしているっていう人もいれば中国,とかアメリカ中国とか韓国とか北朝鮮とかを考えると絶対沖縄に防衛力は置いておくべきであり 普天間は危なすぎるから辺野古に基地を移設すべきだっていう人もいるけどそのもちろん今まで沖縄が基地があることでもらってきたお金が辺野古普天間が突然なくなってお金がなくなったら沖縄の人たちは困るかもしれないけど武器の能力の向上でわざわざ沖縄になくても中国とか北朝鮮で有事があればアメリカはすぐ 出動できるかもしれない。ってなったら今の辺野古ってどういうふうに先生はお考えでしょうか。あの1996年に橋本内閣の時にですね、えー、普天間を返してもらえないかなっていうことを橋本さんが提起したんですね、クリントンに。 非常に遠慮がちに提起したものでアメリカは意味がよく分からなかったんだけれどあこれは後でわれわれが解説して返してほしいんです、本当はということを言ってその時にに96年に橋本・モンデールという会談でサインして辺野古に代替施設を作って普天間を返還しますという約束をしたしかし、なかなか物事が進まなかった。 そした2003年にですね、ラムスフェルドという当時の国防長官が来て視察してこの世界で一番危ない基地だと言ったんですねなぜかというと普天間ができた時には周りに何もなかったのっぽなんですけどその周りに学校や家なんかたくさんできちゃってこれもうヘリコプターとして落ちたら大変なことになるとそして実際に2004年にですね、沖縄の国際大学というこのすぐそばにヘリコプターが落ちちゃうんです。 ところが誰もいなかったから助かったそして2006年にあそれから急いで合意ができたんですねこの合意ができたのでこの合意の時にきちんとその辺野古に代替施設を作るとそれからグアムから約1万人のあ沖縄から1万人約3万人ぐらいいるんですけど、えー、海兵隊をグアムに移転するというパッケージディールを作ったんですね。 ところがそれが10年経っても実現していない状況で,で沖縄の問題って考えてみると実は5つ,5つオプションがあるんです一つはカデナとか既存の基地に統合する方法ですねもう一つは県外移設する方法ですもう一つはさっき君も言ったように全くやめてしまう廃止すると それから維持する、そのまま、今、普天間をそのまま維持すると。それから代替すると。辺野古ですね。で、この統合は試してみたんですが、なかなかうまくいかない。一つだけに基地集めちゃうと、脆弱性が高まっちゃう。やっぱりいくつかばらしておかなきゃいけない。県外はこれ、畑山内閣もやってみましたが、だめでした。廃止すると今廃止止すするるとと今おそらく 中国や北朝鮮の中に間違ったメッセージをアメリカが引いていくんだってメッセージを与えちゃうじゃあこのまま維持しておくのは世界一危ない基地でだめだとしょうがなくこの辺野古にまあ持っていくかとギリギリの選択だというのがこれまでの考えですでアメリカも日本とアメリカはいろんな人いますよアメリカも日本もしかし政府はもう辺野古に行くしかないと言ってこの前の共同声明でもそれを 安倍さんと合意している。いろんな人いるんですよ、アメリカだって。しかし結局いろんな人いるけど、最後は政府がどう考えるかってことで、それは今まで明確だと思います。これが沖縄についての考え方です。ありがとうございます。はい。ますえっと日本人の歴史観についてあのお聞きしたいと思います。先ほどあの先生はお話の中で国際化に対する誤解の中で日本人が 文化にここだわりすぎること、そして大学生がすべきことの中で現代史を学ぶこととおっしゃいましたが現在日本,人日本におけるその戦後史の歴史観というものが非常に問題になっている中でこの前先日あの社会科の歴史の内容がそれまで自虐史観と言われていたものから日本,人のその日本がやってきたことをある意味肯定するような内容に 変わってきたというふうふな中で、えー、日本人がそれまでやってきたことを肯定するとナショナリズムであるとか、えー、それは戦後の美化だとか言われるようでありますけども日本人がその国際化が進む中で日本人がそのちゃんと誇りを持てるような歴史観であるためにはどうあるべきかお,きお聞かせください。ありりがとうございましたた私はねあのやっっっぱり大学生になったらしょちょ正直言って 大学入試のためには大化の改新だとか五華条のご専門とか,なんか、まあ、本当に役に立たないけれども、まあえー、そういうことをお勉強しなきゃいけなかったそれを通って皆さんここへ来られたんだけど大学に入ったらやっぱりこの100年の歴史をしっかり勉強していただいたらいいとそして自分なりの考え方を日本も相当悪いことをやってきた日本の軍隊もひどい軍隊だったとそれはそうですよ。 で,ですから、そういうことはしっかりやっぱり頭に入れてすべて日本が悪くなかったみたいなことを言う人はとんでもないと私は思います、でやっぱり侵略したんですね、他方、えー、何も日本がしてこなかったかというと、繰り返し繰り返し謝ってきたのも事実なんですよね、江村山談話なり河野談話なり、だからそれはしっかり謝ってきたし、女性飢饉なんかもやってきたと、それが十分かどうか、さらにもう一回繰り返すかどうかは判断の問題ですね。で 安易にドイツやなんかと比較するっていうのは私は間違いだろうとドイツみたいに2、えー、つの理由があります一つはドイツはやはりかなりひどい民族を全部殲滅するようなユダヤ人600万人を殺,そう殺したああいうことは日本はやってきてないんですねですから、えー、全くそこは違うもう一つの点は基本的には日本の場合には天皇陛下以下 えー、軍部だけを、まあえー、軍部の部直接携わった人だけは責任があるということにしたんですが、天皇陛下、あるいは国民一般は責任がないということで、むしろそれを維持しようというのが、連合軍の政策としてきたんですね、それで、えー、統治をしたと。ですから、歴史が違う。であ,あいに ドイツやなんかとと比較すするのはは間違いいだろうと私は思いますしかしあの、皆さん自身がぜひ勉強いただいて、日本がやっぱりどの程度悪いことをしたのか、それはよく知った上で、私はやっぱりアジアの国に対しては、常に謙虚な気持ちでいるべきではないかなというふうに思いますけどね、こういう歴史観があるっていうふうにはなかなか言えないありがとうございました。はい 他にいかがですか。どうぞ。えっと、僕は藤崎先生自身についてお尋ねします。えっと、藤崎先生は、あの、講演の中で。えっと、早く進路を決めること、それから。ま、勉強、頑張っていくべきだっていうことをお話しされてましたが。えっと、藤崎先生自身は、まあ。大学時代、まあ、もしくは、それ以前に進路をどのように決められて。<laughs> 大学ではえっとどういう勉強も,もしくはどういう学生生活を送られたのかなと思ってあのありがとうございます、あのね、私自身な、なぜ話しているかというと私の経験からなんです、で私はあの、えー、慶応という私立の学校に中学、高校、大学と行きまして、えー、私が行った頃は外務省に入る人なんてほとんどいなかった国立大学からしか、えー、行ってませんでしたから。で 当時は外交官試験というのがありまして、国家公務員一種と別にあったんですね。で科目は憲法、国際法、行政法、えー、行政法か民法か、それから、えー、財政学科なんかと、経済言論とか、英語とか、外交史とか、かなり広い、どっちかって法学部中心のものが多かったんですね。で私は経済学部といいうところにいたもんですから 正直言うと、これは困ったなと、外交官になろうと思ったけれども、も全然自分は適切なところにいないなと、適切なところはやっぱり、例えば東大の法学部とかそういうところであれば、より適切だったんですけど、そこで、えーえー、自分で勉強することにしましてあの、ほとんど図書館とかそういうところに通って、本を勉強したんですね。 で大学3年の時に外交官試験を受けてみたら、えー、合格したんで、そのまま外交官になって、当時はあの4年まで待ってくれなかったんですね、で、えー、私は正直言って、1年間ぐらいもうそれにかなり没頭したんですけれども、まあ自分がやりたいのが外交官だったから、それでよかったんじゃないかなと、もしたらたらやってたら、私の環境ではとても無理だったんだろうと思うんですね、周りがみんなそういう授業だったり、そういう学生じゃなかったもんですから。 でそのために自分が好きだった外交というものをずっとやってこられたんでそれが実は私がさっき申し上げた背景にあって別にその公務員になることがいいわけでも何でもないいろんなビジネスでもいいしいろんなことがあるあるいは理科系の学者でもいいんですけど早く自分が何をやりたいんだろうということを決めておかないと。 3年の終わりぐらいになってさ、さあ就活の時だ、えー食、食品会社に行くかな、あるいは鉄鋼会社に行くかな、あるいは商社もいいななんて考えてるんじゃ、やっぱりちょっと遅いんだろうと。やっぱり何がやりたいのかっていうのは早く決めた方がいいんじゃないかなというのが私の考えで、さっき申しました。で、自分はまあそれでよかったんじゃないかなと思って。その意味で一つ、ちょっと関連してあのお話をすると、よく若いうちリスクテイキングをしろと。こういうことを言う。 こういうい言葉が最近流行っているリスクテイキング、私は正直言って疑問にちょっと思ってます。私の友達でリスクテイキングして失敗した人もたくさん知ってるからです。日本はまだアメリカみたいに安倍総理を除くとセカンドチャンスを与えられてないんです、みんなに。そう簡単ではありません。だからよく調べて、本当にこれが自分のやりたいことかどうかよく調べる。 そして準備をたくさんすればリスクはどんどん小さくなります。それでやるのがいいんじゃないだろうかと。ポーンとやってリスクをやるってのはリスクっていはいくらでも大きく小さくできるんでそのままやれば大きいけどどんどん小さくできる。それが本当のリスクリスクを取らない形の進路の決定ではないかなというふうにあのでなぜリスクテイキングというのに気をつけろよっていうかというと。 そういうことを話す人は大体才能と運に恵まれてリスクを取って成功した人なんですねそ。そういう人は100人のうち数人しかいない。ほとんどの人はみんなリスクを取らなかったかあるいは失敗した人なんです。そういう人は大体呼ばれないし自分のことも話したくないから黙ってるだけです。で出てき来る何人人かの人はみんな リスク取ってよかったよって言ってさあ取れ取れって言うんですけどそれは非常にラッキーな人なんでみんながラッキーだったら全ラッキーって言葉はなくなっちゃうんですからそこら辺のところはちょっとよく考えながらした方がいいんじゃないかっていうのは私そのためにはよく先輩ここは立派な大学で立派な先輩がいっぱい多いから話を聞いて一体国際機関ってどんなんだろうとか商社ってどんなんだろうとかあるいは 鉄鋼会社どううなんだろうとかよく中身を知ってみるということが必要学者ってどんな世界なんだろうと知らないままにどんどんやるのはさっき言ったように例えば簡単な夢でいけば一回映画を見るときにいい一緒に一本しか見られない映画をちゃんと映画表も読まないあるいは、えーえー、ひょ人の評判も聞かないで単にポスターがきれいだから。 パッと入ってみようという,うなものであってやっぱりよく考えてそれを使うのがまさに大学時代じゃないかなと思いますどうもすみませんありがとうございます一、はい、年ですけど早くから考えてぜひよろしくお願いします,ますそれそれがいいと思いますよありがとうございますお広く普及している三つの大きな誤りということをお話しされてて、え僕はとても目から鱗のこともあってとても興味深いと思いました そこで質問なんですけれども、この3つの誤りがどうしてこんなに広く普及し,普及し,て,し,してしまったのか、その要因は何だとお考えですか。あはいえっと、3つの大きな誤りがこれだけ広く普及してしまったその要因とは何だとお考えですか。今あの3つのの誤誤解解とといううことを私は最初に言ったのががどうしてそんな誤解が えー、生まれたんだろうかと、えー、それは大変いい質問で私もよくわからないんですけれども一番目の理由はねなんとなくわか,かる気がする一番目っていうのは英語より中身だという議論と第二外国語のをしっかりやってほしいという議論これはなんとなくわかるこれはこんなこと言ったんですけど第二外国の先生もいっぱいいるわけですよ それから、英語の下手な人もいるんですよ。そういう人はいや、中身も大事だけど、英語も大事だよって言われるよりは、いや、中身が大事だよって方が気持ちがいいですよね、聞いてね。それから、英語がどうしてもうまくならない人は、中国語かフランス語に逃げようかって方が、なんとなく、新しい道が、英語ではもう差がついちゃったけどと思うんで、なんとなくそういうことかなと思いますけど、私はね、フランス語大好きで、正直言ってかなり喋、えー、れるんですけども、 今からやるんだったら、私だったら第一英語をしっかりやった上に中国語かなんかをやった方がいいんじゃないかなと、韓国語でもいいかもしれないと、日本人だったらそう思いますね。それから2番目の誤解、日本を知るについてはですね、これもなんとなくね、あの一種のナショナリズムと関係があるかもしれません。私はよく日本に帰ってきてきから 友達に日本ほど美しい国はないだろうまあ、安倍さんも美しい国っておっしゃってるけども美しい国はない私全然そう思い思わないんです新幹線乗って東京から大阪行く途中ざーっと見てごらんなさいもううちうちうちでそれも色もバラバラ街として体裁をなしてないですよね君らヨーロッパに行けばもう綺麗な赤い屋根か白いなんとかだーっとあれ緑もありこんなに 自然は美しいけど自然を美しく保たなかった国はないですよね。でそれぞれのうちに入ればきれいになってたり道はきれいになってるけどその町全体として全然調和ができてないなぜかそれは簡単な理由で規則を全部取っ払ったからですよ。やっぱり規則ってな,な,なきゃきちんといかないここだって見ればみんなバラバラの洋服着てるでしょそれはそれでいいんですけれどね。例えば私スイスイに住んでた ススイスに住んでた時に台風が来て非常に大きな庭だったんですけど60本木が倒れたんですよ木が倒れたら半分倒れて根っこだけになってそれを撤去しようというのを市の当局の了解が必要なんですそれくらいにやっぱりかなり行政で縛っていかなきゃいけないしかし日本の場合には突然 ざーっとこうそういうものがなかったから規制が全て悪いみたいに規制をどんどん撤廃して景観規制みたいのをしなかったんですね市や国がもっとやっぱりそういうものは規制をかけていかなきゃえあの黄色い屋根と青い屋根と、えー、だから建築家は立派な方がいますよ安藤さんにしても熊さんにしても私は熊さんに直接聞いて皆さん立派な建築建てるけども一つ立派な建築あるけど周り全然違うから全然 町としては停戦ができてないですねと言ったらそれはその通りでそれは一番弱いところなんですということを言っておられてこれからオリンピックに向けて何とかしたいと言ったけど私はやっぱり行政がやるべきことじゃないかなとであの私はただ日本の誇るべきものはいくつかあってそれは赤石赤霊と言ってるんですけれども「あは安全な」です。 かは確実赤霊には白赤霊とか奇赤霊っていうのがありますけど、えー、赤赤赤霊っていうのは漫画にしか出てこないんだけど背は清潔ですね気は規律礼節こんなことがきちんとしてる国は少ないですよ。例えば成田に行って かから帰って成田のところへ帰ってきてリムジンバスに乗ったらもう綺麗な格好をした若い男女がきちっと荷物を受け取ってくれてれにあのに札をくれてちゃんと荷物を運んでくれるおそらくヨーロッパやアメリカに行ったらなんかビアダルみたいなじいさんが出てきて荷物をええとか言ってパーッと蹴っ飛ばしスなんかしてるのと比べるとすごくこういうものがきちんとしてると思いますよだけど全体として調和が取れてるかというとなかなか取れてないところもあるので。 えー、そここら辺のところは問題だ,なとだ,からだけどなんとなくみんな全ていいみたいなことを言い過ぎてるんじゃないかとだからそこから日本日本っていう話がで少し出過ぎてるそして外国人の中にもそれにおもねって日本はすごいよとか日本すごいとかテレビなんかでもよく言ってるような人たちが出てそれで商売してる人がいるのが若干問題だろうと最後の、えー、国際機関のところははっきり言って今急に出てきたんでみんなよくまだ知らないで。 国連とか国際機関について何か幻想を抱いてるっていうところがかなりあるんじゃないかなと思いますだからよく実態を調べてからそういうものについての時間は十分ある大学時代は忙しいって言ったってものすごい時間があるんです本を読む時間もたくさんある社会に出た瞬間に私は娘が2人いて2人とも働いてますけども気の毒みたいに朝から晩まで働いてますよ今はね山のように時間が皆さんあるんです 社会に出た瞬間に雪が解けるようにさーっとなくなっちゃう、今の間に本当に自分が何がしたいか、どういうものを人の話を聞いたらいいか、どういう本を読んだらいいか、よく考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。あありりががととうううごござざいいままししたたども どうも貴重なお話ありがとうございました